わあ、急に始まっちゃった。まだオープニング撮ってない。昔々あるところに神木村という名の小さな村があったとさ。そこは美しい桜の木に囲まれ、その一本一本を神様の木として祀る。追いつけない。じゃがこの神木村にはある一つの悲しい風習があった。古い穂村に住む怪物ヤマタノオロチを沈める祭り、いきなりとして支えているの。山ほどある大きな体に丸太のような太い八本の首、血のように赤い目は見るだけ呪われると言われ、誰一人としてこの怪物に逆らう者はおらんかった。まだオープニング撮ってない。その生贄の祭りが近づくと、決まって村外れに現れる一匹の白い狼がおった。知らぬいと名付けられた雪のような真っ白なその狼は、山や森へ向かう村人を遠巻きにつけ回したり、皆が寝静まった夜に村の中を歩き回ったりするので、生贄を品定めするオロチの使いとして気味悪がられておった。まだオープニング村人の中には、この知らぬいを追い払おうとする者もおり、イザナギという剣士は自慢の剣術で何度も挑んだんじゃが、知らぬいは風のように素早く傷一つつけることができんかった。そしてついに忌まわしい祭りの夜がやってきた。生贄を召し取る合図の白羽の矢が天を貫き、村のある家の屋根に突き立てられるわ。それはイザナミという神木村一美しい娘の家じゃった。イザナミに密かな思いを寄せていた剣士イザナを、今年こそヤマトノオロチを退治すると決心を固めて、イザナミの身代わりとなってオロチの住む祠へと向かうのじゃった。冥府へ続くかのような暗闇をたたえたオロチの根城、イザナギがその洞穴の前に立つと、目を真っ赤に光らせた八本の首が下なめずりをしながら現れた。何年も生贄を召し取って生き続けている怪物ヤマタノオロチじゃ。イザナギは弾かれたように飛び出しオロチに切りかかった。月明かりも乏しい中、必死で剣を繰り出すイザナギ。しかし鋼のようなオロチの体には傷一つつけることができない。何これ、早口言葉めちゃくちゃ早いんだけど、もうちょっとゆっくりでもよくないやがてイザナギは晩酌つき、がっくりと膝をついてしまった。絶体絶命のその時じゃ、一匹の獣がイザナギをかばうように踊り出て、オロチの前に立ちはだかった方、闇の中でうっすら光を帯びた白い体、それは神木村の外れに住み着いたあの知らぬいじゃ。知らぬいが牙を向いてオロチに飛びかかると、オロチも八本の首をもたげて食らいつく。二匹の人ならぬ者はもつれ合うように猛然と争いを始めた。じゃがその戦いは何とも不思議な光景じゃった。オロチが知らぬいに向かって火を吐くと、突風が吹いてこれを押し返し、筆が出てきた。なんか オロチの鋭い牙が知らぬいに迫ると、突然大木が生えてこれを遮った。不思議な力に守られてオロチと交互に戦う知らぬい。じゃがそれでもオロチの力にはかなわない。知らぬいは全身に傷を負い、白い毛並みは真っ赤に染まっていった。知らぬいは疲れ果て、もはや立っているのがやっとじゃった。オロチの牙がふらつく知らぬいを追い詰める。それでも知らぬいはオロチに背を向けず、最後の力を振り絞り天に向かって遠吠えをした。すると空を覆っていた暗雲がたちまち消え失せ、月明かりを浴びたイザナギの剣が金色に光り輝き始めたのじゃ。月が綺麗だね。それまで岩陰で機会を伺っていたイザナギは剣に導かれるように立ち上がった。そして傷だらけの両腕に最後の力を込めると、オロチに向かって猛然と飛びかかっていったのじゃ。イザナギの手の中に踊るように翻る金色の剣、そのまばゆい光がきらめくたびにオロチの首は次々と宙に舞い、ついにこの怪物は自ら血だまりの上に崩れ落ちた。長年村人を苦しめた元凶が最後に迎えた瞬間じゃった。戦いが終わった頃には辺りはすっかり知らんでおった。知らぬいはオロチの毒が全身に回って息も絶えないじゃったが、イザナギはそんな知らぬいを抱きかかえ、村人の待つ神木村へ帰っていった。
オープニング撮らせてください。ちょっとえ、村へ着く頃には知らぬやもう自分で動くこともできなんだ。村人たちが見守る中、村の長老が優しく頭を撫でてやると、知らぬはそれに応えるように小さくワンと鳴き、そして眠るようにこと切れたんじゃった。オープニング撮れる。こうして神木村にやっと平穏な日々が訪れた。村人たちは知らぬの立派な働きを忘れぬよう、村の静かな場所に社を建て、そこに知らぬの像を祀った。そして平和の礎となったこの勇敢なる霊名なる狼を気合と礼すい込めてこう呼んだのじゃ。ワン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 。オープニング今撮ってもいいですか。いいですか。あーでもなんかムービーがすごい綺麗かわいい。おーおーかみーイエーイ。はい、ということでちょ始まり急すぎるんだがということで、今回からまた新たなゲームをやっていこうということで、こちら、狼絶景版というゲームをやっていきたいと思っております。こちら、結構古いゲームなんですけども、もう名作といえばこのゲームで、またなんか始まったぞ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと。はい。ということで、こちら結構古いゲームなんですけども、はい、なんかもう名作といえばこのゲームっていう名前が上がるぐらい、もうものすごく有名なタイトルになってまして、で、古いゲームの、絶景版ということで、絶景版ということで、画質が多分かなり、画質がかなり綺麗に、リメイクされたバージョン、HD リマスター絶景版というやつをやっていけたらと思います。はい。ちょっとドタバタしてて急に始まるし、オープニング、ああちょ、ゆっくり喋らせてもらえんのか、このゲームは。はい。ということで、狼やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。スタート。セーブデータの作成が必要です。セーブデータ作成してもよろしいでしょうか。はい、お願いします。最初から。狼。はい、一発目ということで、ちょっと緊張しますが、まあ、ただ、ゲーム自体はもう名作っていうのは間違いないので、はい、あとは僕が、いかに、実況できるかという、始まりました。これ、ひょっとして全く同じやつ流れるパターン？まさか。まさか。あ、でもなんか桜が舞ってる。昔、これ今やったよもう一回やってくれるならもう一回やるって言っても、もういいや、これスキップしようぜ。はい、さっき見たのでね。ところが物語はここでは終わらん。実はこのお話には誰も知らない続きがあるのじゃ。あ、助かる。こうやって、A ボタンで順番に進めるの助かる。知らぬいとイザナギの活躍から100年の月日が過ぎた頃じゃった。あ、さっきの話の100年後ってことだ。それはあっという間の出来事で、村人は誰一人気づかなんだそうだ。そうな、なんか怪しい雰囲気が漂ってるな。ドドドンドドン。これがあのヤマタノオロチを封じた伝説の宝剣、つくよみか。悪い奴に剣が取られそうになっている。バカバカしい。どうせそんなものは作り話に決まっておる。やばいやばいやばい、出てきてる出てきてる出てきてる。封印溶けてる。やばい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 。ずーっと手がブルブルしてる、振動で。ああ、ヤマタノオロチ復活じゃない。力を求める者よ、よくぞ今々しき今しめを解いてくれた。闇の世界を欲す。
その誓いの言葉を今こそ我に報ずるのだ。何か言って、何か。もう一回剣を突き刺す、突き刺せばもう一回封印できるかもしれない。あーすごい振動がブルブルブルなんだこの実況は。走ってる走ってる走ってる。おお、うわーすごい、かっこいい。うわー暴れてる暴れてる暴れてる。これはやばいことが起きた。うわー燃えてる燃えてる。あたり一面火事になっちゃう。あ、空も闇に葬られた。突然国中を襲った悲劇。じゃがたった一つだけ魔物の呪いを逃れた村があった。ご神木に守られた小さな集落、神木村。本当のお話はここから始まるのじゃ。あ、さっきのワンちゃん。おお、なんだ、かぐや姫、木星咲夜姫。あんな恐ろしや、まるで古の伝承のごとき怪しき有様。どうしてこのようなことに。ともかくことは一刻を争います。百年余り我が身を尽くして前より守りし、この神の器、ついに主のもとへと返す時が来ました。いざ、アマテル神よ。今こそその力で、ダクセをあまねく照らして、照らし、我らに神明のお導きを授けたまえ。あ、音楽がいいな、なんか。おお、復活。狼アマテラス、アマテラス。僕が使っているマイクもアマテラスっていうマイクなんだまさかの共通点。おお、その汚れなき純白のご法要はまさしく我らが自分に増しますアマテラス狼。100年の昔、その神明を投げ打って、強大な魔の者を退治し、この国を救い保うたその威風、いささかも変わりありませぬ。石像に身をやつして時を経ながら、よくぞお戻りになりました。お、復活したってことだ、アマテラスが。かっこいい。ワンちゃん、このワンちゃんアマテラスって名前だね。アマテラス。グス。おー。寝ちゃった。起きて。アマテラス、起きて。ともかく、アマテラス狼。この、竹より来る雲の様をご覧遊ばされよ。あなたがお隠れになった後も、世には物の毛がはびこり。この緑美しき国、中津国を乱しておりました。こんな高かったっけ乱しておりました。しかれども、これほど不吉な有様は見たことがありませぬ。どうかあなたの通力で闇を払い。悪しき者ども、成敗し、たまい、そして。おや、これは何ぞ。急に懐がこそばゆく。なんだ。ジンマシンが出たか。ほほ、うふふふ。なんか出てきたぞなんか胸の谷間から何か出てきたぞ。はあはあはあ、え、今のは一体。お前はなんだ、テントウムシなのみたいなのが出てきた。いてててて、ひでことしやがんな。大した体でもねえのにギャーギャー騒ぎやがって。クソ難しい話してるから面白くしてやったんだろう。これ玉虫や、お前また私の懐で昼寝をなんだ、なんかボケみたいなキャラクター出てきたな。
おいら虫けら扱いすんなっていつも言ってんだろう。おいらは全国アンギャの旅絵師一寸様だ。一寸、さすらいの絵師一寸。ほれそのま、声がどれだったっけ。ほれそのマナコを開いておいらの名筆を解くと拝みな、拝みな。おおお、これが昨夜一寸が書いた昨夜ってこと。どうだい、本物より可愛く描けてるだろう。お、食べられちゃうぞそんなぴょんぴょこしてたらパカっていかれるぞ。おい、この不景気な面した毛むくじゃら。おや、このとぼけ顔どこかで見覚えがあるような。そうだ、お前あの知らないの像にそっくりじゃ。あ食べられたべえ、なな、な、何しやがんだこの野郎。ヤマトだ、ヤマトオノコをよだれでベトベトにしやがったな。おのれ、この一寸様を舐めるやつは許さねえ。こうなったらおいらの獲物名刀電光丸で。うわあ、急に不穏な空気。まさかヤマタノオロチが襲ってくるのか。なんだこあのうねり声は。それによく見りゃ夜みたいに真っ暗じゃねえか。アマテラスオオカミ、私の儚き力ではこの神木村を救うのが精一杯でした。村の生きとし生ける魂は我が果実のうちに守りたれば。これを切り落とし村をよみがえらせたまえ。狼たるあなたなら必ずや正しき道を見出し、その神業で天地万有を生成回復し保うことでしょう。やべえ、この声にしたのミスった。めっちゃしんどい。なんだい、もう元の神木の姿に戻っちまうのかい。それにしても昨夜の姉ちゃんおかしなこと言ってたな。村の魂を果実の中に守ったとか。あの実棚切り落とせば村が蘇るって姉ちゃんが言ってたのは、あの桃を切り落とすってことか。桃太郎が生まれるのか、そして一寸帽子出てきたし、次桃太郎が出てくるのかな。でもあの高さじゃ何か特別な力でもない限りどうやっても届かないぜ。そんなことよりどうしてこんなに真っ暗なんだ。おいらが昼寝してる間に一体何があったんだ、あったんだよ。ああ、急に始まった。急に始まりました。あの桃に向けて。随分高いところに身をつけたな。あれじゃ何か特別な力でもない限りどうやっても届かないぜ。なんだ特別な力って。とりあえずジャンプとかじゃ届かなそうだから、一回ここに入るのかな、光の中に。どこだいここは。今度は急に静かになっちまったけど、村にこんな場所あったっけ。ともかくここは用心していこうぜ。例えば R スティックで急に現実的に説明してくれるじゃん例えば R スティックでぐるっと周りを見渡すとか、こうかな、こうだね。 L で視点を変えてみるとか。あ、これで、これで視点を変えれるんだ、 L でね。まあいろいろやってみてよ。何かお前ポケッとしてるから心配なんだよな。あ、これで視点を変えたり、あ、月がありますね、三日月が。星綺麗だね。まあでもとりあえずは進めばいいのかな。なんか光ってるぞ。ちょっと待ちな。あれは物ザネの鏡じゃねえか。物ザネの鏡。あの鏡に身を映したら、そのものの記憶が鏡の中に永遠に刻まれるのよ。まあ早い話が、セーブだセーブ。わかりやすい。ありがとうございます。セーブですね、ここがセーブ。すでにもう一つ、オイラから助言があるとすれば、セーブするファイルはいくつか作って おいた方がいいぜ。その方がもしもの時に少し前からやり直せたりするだろ。何事も備えが肝心ってことだい。慣れないうちはな。オッケー、セーブは何個かするってことね。あ、
自分で見えないけど、これかな。セーブする。まずは1にセーブしましょう。保存が完了しました。よし、これでとりあえず第一セーブできた。これね、前に進む。これジャンプ、おっとおっと、これは壊しがいがある壺がたくさん並んでら、あ、もうありがとう、なんか丁寧に説明してくれるからすごくわかりやすい。ぶっ壊したら中からいいもんが出てくるかもしんない、知れないぜ。 Y でドカンと頭突き一発、お前の石頭を食らわしな。 Y、 あ、これか。これでおりゃおりゃ、よし、結局やったな大将。こんな調子で壊せるもんはどんどん壊していこうぜ。じゃあ全部壊すか。よいしょよいしょ、おりゃ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 。お金が手に入った。これでいいかな。次、待て待て、あそこにあるのはなんだ。オイラの勘がお宝の匂いを嗅ぎつけたぜ。ちょっとここを登って見に行ってみようじゃねえか。高いところに飛び乗るなんざ造作もねえだろ。 B を押してジャンプ1番、壁でもう一度 B を押したら壁ジャンプだ。ちなみに B はギューッとしっかり押して高く飛ぶんだぜ。ギューッと押して、ギューッと押して、ギューッと押して、もう一回ギュー、あ、こうだね。やればできるじゃねえか。高いところには服があるってな。ポワッとして見過ごすんじゃねえぞ。これで壊せるものは壊して、でこれがお宝かな。真骨頂を手に入れた。アマテラスの鉱物太陽気3個分の体力を回復する。回復アイテムってことか。あ、ここにも壊せる壺があるから、壊せるものは壊しましょう。オッケー。なんかあっち光ってるけど、こっちは？ちょ、橋がかかってるのはこっちだな。あれ？橋が壊れちまってら、待ってら。ちょうどいいや、お前。確かアマテラスって言ったな。アマコン、お前、筆玉って言葉を知っているか？生きのいい筆書きには魂が宿るってお話さ。百聞は一見にしかず、大。まあ、見てみな。見てな。おう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 、筆で塗って、橋ができるのか？すげえ。かっちょいい。え、どんな問題？すげえじゃん、一寸。それができるならもう何でもできるじゃん。これがオイラの筆技、その名も画鋲だ。画鋲、かっこいい。画鋲ってのは筆で書いたものに魂を宿す筆技の一つで、失われたものの復活を司る筆神様の力なのさ。オイラもこの技一つを極めるのに相当な修行をしたんだけど、この世には全部で13もの筆神様がいるんだぜ。その13の筆神様ってのはもともと一人の神様だよ。その神様が死んじまった時に13の力が国中にバラバラに散らば、バラバラに散って、それが世の書物に宿って筆神様に姿を変えたって話さ。一体どんな風に13もの技を使いこなしていたんだろうな。13のうちの今の画竜が一つってことか。それを集めていくみたいな感じなのかな。あ、また壊せそう。神竜天の川。天の川って神話に出てくる星屑の川のことか。そんなもんがどこにあるんだよ。まさかあの水たまりがそうだって言うんじゃないよな。あそこに橋を架けるってことかな。なんか上の方になんか行けそうだけど、こういうの気になっちゃう。ちょっと上を探索しつつ。ひゃー、星が見事に輝いてら。なんだ？青い星が4つ。こんなに綺麗な星空は久しぶりに見たぜ。見ろよ、あそこに並んだ星なんか何かの形に見えねえか？何の形だろう？なんか、Z みたいな。
蛇の形かな。竜。うーん、なんだか星が一つ足んねんな。よし、それじゃあ一丁、おいらが星を書き足してやるか。そんなことまでできるんすか、一寸さん。なんてよ。さすがに星を書き足すなんて、おいらにはまだ無理か。R をしっぱなしで筆を持って Y で書くと、地獄のような修行の日々を送ったんだけどな、ブツブツ。R を押しながら、Y を押すと、できた。書けた。おー、かっこいい。竜が出てきた。おお、我らが地母アマテラス狼。おもとがこの世を去られて育成層時生へ久しくなりにけるも、この読み紙ひとときも書くことなく今日の日を待ち申しけり、おもとのお隠れの際にマロビーでし、難しいな。13の筆紙は、この広い人間に惑い、ちりぢりになりけり、なりにけり。我は天の星座となりて、息ながら耐えるを。今一度おもとに使わせ、うせもののよみがえる見つかせたまえ。この力あらば、枯れた天の川など、たちまち星屑で溢れさせたまいぬ。おー、かっこいいな。蘇る。おー。これはこの竜の力を手に入れたってことか。今のは画竜の神様、蘇神じゃねえか。なんでそんなもんが出てきてお前に宿るんだ？この力で天の川を蘇らせるってまさかお前、オイラみたいに筆技を使えるんじゃ。いや、まさかな。この幻と呼ばれた神業、おいそれと真似ができるはずがねえや。あ、すごい。竜が描かれてます。画竜。もう一個。これで、ああ、視点、こうか。あ。神竜天の川、天の川。もしかして筆技で星屑を書けば川が蘇るんじゃ。いや、橋は直せてもさすがに星の川を書くなんて、そんな大それたこといくらなんでもできるはずがねえや。できるってことか。骨？こんな感じかな。こうやって、こうやって。どりゃ。おー、できた。なんだと？星屑の川が現れやがった。ここは本当に天の川だったっていうのかい？いや、そんなことより今の筆技は一体誰の仕業だ？ははは、今のは僕の仕業です。僕も使えるんです。まあ普通に順当に進むか。綺麗だね、キラキラして。上がれない。これあれか、ちょっと足りなかったのか。よし、ぬれ。よし。まだ足りない。すごっ、おもろ。何？あ、もうちょっと足りない。あ、あっちまで全部塗らなきゃダメなんだ。この辺まで。よし、上がれた。よいしょ。胃袋を手に入れた。怖っ。急に胃袋を手に入れたんだけど。お、こりゃいいものを見つけたじゃねえか。
その胃袋はどんな食べ物でもどんどん飲み込む不思議な袋で、満タンにしてやると持ち主を一度だけ死の淵から蘇らせてくれるんだぜ。早速その辺に転がってる食い物を拾い食いだ。食べ物ここに入ってるかな。入ってないね。ことか。あ、入ってる。リンゴを胃袋に入れた。蜜がたっぷり入った甘酸っぱい果実、胃袋を少し満たす。みかんを胃袋に入れた。程よい酸味が刺激的な果物、胃袋を少し満たす。いいですね、胃袋を満たして。これ入れるかな、もう。綺麗。走ってるところに花が咲いている。もののけ姫の獅子神様みたいな獅子神様だっけ。気持ちいい。あ、割ろう。まあ、壊せるもの、あ、なんだ。団子を胃袋に手に入れた。胃袋に入れた。穀物の粉をこねて丸めて丸丸丸丸丸めて作るお菓子、胃袋を少し満たす。これ全部の食べ物にあえて説明が出てくるのか。あ、ある。お金、お金何に使うんだろうな。ここはもしかして、島に出てくる幻の祠、イザナギ窟じゃねえか。100年前白い狼白縫いを従えて怪物退治をしたっていう、あの伝説の英雄イザナギを祀った祠だよ。さっきから天の川といい、この祠といい、オイラたちはどこへ迷い込んじまったんだ。でもこりゃひどい荒れようだぜ。見ろよ、剣なんかボロボロに崩れて、ひでえありさまだ。まさかあの剣を塗って復活させるっていうのか。あれじゃあ神様の加護もあったもんじゃねえや。まさか。いや、やっぱり今までの筆技はお前の仕業だったのか。やった、剣蘇らせたぜ。そんな鋭い筆使いができるった、お前一体。また空が輝き出したぜ。今度はあの星座の形は。お、またここで星座をここで完成させるのか。ネズミかな。うおー、かわいい。立ち神。おお、我らが自分アマテラス狼。もののけはみこる、人海で我が身を隠せるのは、古の英雄を祀るこのささやかなる祠のみなりけり。万象の神たる尾本を助くることこそ我が務めなれば。対話の剣舞を持って悪を払う大役、この立ち神に預けられよ。立つ。何を立つんだろう、これね。立ち神っていや、何でも切り裂く筆技一閃の神様だ。この野郎、それじゃあお前まるで、英雄イザナギと共に怪物を退治した後、おっしんで、13の筆技をこの世にばらまいたっていうあの、狼知らぬいみてえじゃねえか。そんなバカなイザナギ靴だの、知らぬいだのは神話の中の話だぜ。ともかく一線の力はオイラもまだ目にしたことがねえ。ほれ、あそこにちょうどいい岩があるから、本当にお前が使いこなせるのか見せてみな。岩にシュッと線を引きゃ、たちまち、真っ二つにするっていう技よ。技をよ。
これを。おりゃ。おお。岩が切れた。すげえ。おみそれしたぜ、ケムクジャラ。そのするで筆運び、オイラの遠く及ぶところじゃねえや。思い上がりも甚だしいた、このことだったぜ。なあ、ケムクジャラ。いや、アマコ、俺は決めたぜ。お前は13の筆技を使いこなした、あの知らぬいの生まれ変わりだろ。オイラ、その筆技を全部盗んで、一人前の絵師になるまで。お前について離れねえ。かゆそうにしてる。これであれか、一緒に旅をするみたいな感じか、一寸も。さっきのさ、一発目が竜で、で、今、なんかネズミみたいな、ハムスターみたいな感じだったから、これ、エトみたいな感じなのかな。へへ、無駄無駄。俺は一度しがみついたら何をされても絶対に離れねえのよ。ほんとだな。言ったな、振り落とすぞ。いいのか？それより甘子、その一線がありゃ、さっきの姉ちゃんが言ってた、あれを切り落とせるんじゃねえか。あ、確かに。あの大きな桃をこの一寸で、一線か。この一線でシュパッと切れるんじゃないか。さあ戻ろうぜ。名残惜しいけど、まずは村だ。あ、親切に帰り道が書いてある。これは？これもまた、こういうことか？うおー。気持ちいい。スパッと。なんだ、なんかあるけど、これも切れるのか？うわ、なんか、奥の木が切れた。え？こんな木切れるの？うわー、すげえ。木が切れます。じゃあ、こうすれば？ぶわーすごい力を手に入れてしまった。負ける気がしない。あ、でもなんか筆、左上に墨が出てるから、あれか、なんか、使える回数に限度があるのかな。なんだ？なんだい、こいつら、急に現れやがって。とにかく説明は後回しだい。甘子、お前大層な神器を身につけてるんだから。その神器を Y で操って奴らを退治しちまいな。 Y で、おりゃ見ろ甘子やろう。気が緩んで容器が失せたせいで体ごと白黒させちまってら、あなたらどんなに厄介な相手でも筆技の餌食にできるはずだい。さあ筆を取って一線でもぶち込んでやろうじゃねえか。あ、この状態になったら一線。なるほど、そうやって倒すのか。まだ早いか？これで攻撃をして、あ、倒せた。産炭を手に入れた。筆調べに必要な神なる炭、その場で炭ひょうたんが一つ回復する。おお、お金もらった。討伐時間、神。素晴らしい。良きじゃない、良き。早く村に帰るんだ。またあの川を渡って帰るって感じかな。うわ、出た。でももう怖くない。これで白黒になったら一線。これでバシバシバシと。で、あ、倒せた。あ、まだ倒してない。一線、おりゃ。よし、討伐時間痛で神。さっきまで出なかったのに急に敵が出るようになったね。上、どうやって上を見る。あ、これでいいか。よし、桃を切り落とす。よし。わー、どんどん緑になっていく。
もののけ姫みたいな。他の作品で例えるのは良くないかもしれない。あー、緑が戻っていく。わー、綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗だな。こりゃすげえや、亡くなってた村が蘇った。さっきの姉ちゃんが本当に村を守ってくれてたんだな。そんな女の父をまさぐっちまうなんて、おいら。おいら。ぷふふふふ、何笑ってんだよ。何が面白いんだ。でも村が無事かどうかはまだわからねえ。なんやらとんでもねえ怪物が現れたみたいだし。ともかく村の様子を見に行こうぜ。オッケー。見に行こう。こっちで合ってんのかな。あ、なんかヘノヘノモヘジがいる。なんだ、石にでもされちまったのか。なんだいこりゃ。こんなところに石像なんてあったっけ。まあいいや、さっさと人間を探そうぜ。今の明らかに人間だけどな。石にされた人間みたいな。おわ、早い。爽快感。あ、落ちた。お、なんだ？なんだか嫌な雰囲気が漂ってやがんな。なんだ、なんか、何か出そうな。この神木村は天下の景勝地と謳われた名所なんだぜ。ふもとの村はどうなってるんだろうな。ふもとの村に行けってことか。ふもとの村へどうやって行くんだ。こっちは行けない。あ、じゃあ今、逆走だったってことか。どっちだ？これ、飛べるか？飛べた。これがふもとの村だよね。こっちもだ。石みたいに固まってまるで動いてないぜ。うわぁ、なんだ？何の鳴き声だ？またかよ。小さい妖怪なら方々で見るけど、あんなうねり声は聞いたことがねえや。早くまともな人間を探そうぜ。ダメだ、ピクリとも動かねえや。昼間はみんな普通に生活してたのによ。アマコ、やっぱりこいつは普通じゃねえ。村が復活してからも空が真っ暗ってのはどういうことだい。まさか村の外まで真っ暗闇なんじゃねえだろうな。どこか見晴らしのいい場所へ上がって辺りの様子を調べてみようぜ。見晴らしのいいところに登ってもう一回登るってことが今のところ。あ、矢印が出るのはなんともありがたい。頑張れ頑張れ。さっき言った高台の櫓だよ。オッケー、任せとけ。ブーン。やっぱりダメだ。空のお天道様も消えちまって、地平線の向こうまで真っ暗だ。村のみんなも一人残らず動かなくなっちまってるし、やっぱり得体の知れない怪物の呪いかよ。まさか永遠にこのままってんじゃないよな。せめて丸いお天道様が照らしてくれりゃあよ。空にくるりと丸を描いてお天道様の出来上がりなんて。やっぱりいかな狼様でも無理な相談だよな。誰か他の筆神様を探すか、それともお前自身に最初からそんな力が備わってるなら話は別だけどよ。おお、綺麗にフラグを立ててくれるな。くるっとな。おお、すげえ、太陽かけた。なんだと。そうかい、お前の名前はアマテラス。アマテラスっていや、太陽神の呼び名だ。太陽の筆技光明だけは失うはずがねえや。その力さえありゃ夜を昼に変えるのも思いのまま。
全く大したもんだぜ、狼様ってのはよ。長ルルフでは、五課の調べがごとく。これはオイラのジジイが読んだ句で。優れた絵師の技はまるで楽器のように、みやびやかだって意味さ。その句にちなんでお前のその技、筆調べと呼ばせてもらうぜ。その札調べで見事お天道様も登ったことだし、さあ魔子を早速村へ戻ってみようぜ。みんなが無事かどうか気になるし、それに。なんじゃお主は。おお、なんかじいちゃん出てきたな。長老みかんじい。頭にみかんのっけたみかんじいか。よう、みかんじい。これは白い狼。まさかあのイザナギ様と共に戦い恐ろしい怪物を退治したという伝説の白い狼白縫い様。お、そうだぜ、みかんじい、よろしくな。いや、そんなはずないわい。あの伝説は100年も昔の話じゃ。まあ基本的に信じてもらえないんだな、アマテラスが本物って。違うんだよ、じい。みかんじい。本物のアマテラス狼なんだよ。信じてくれよ。しかし、それにしてもよく似ておる。白縫い様の像にそっくりじゃ。と思ったが、白縫い様にしてはちょっととぼけておるかの。失礼だぞ、みかんじい。怒ったか？なんじゃ、急にうねり声なんぞあげよって。わしの悪口が悪か、わかったかの？わかったのか。じゃがとぼけた顔をとぼけてると言って、何が悪い。みかんじい、配慮が足りないよ。とぼけたやつにとぼけた顔っていうのは、それは悪口だ。おっと、後ろに魔物がいる。読めなかった、緑の尺みたいな。はて、急に背筋が寒くなってきたぞい。このみかんじいとかには見れない、見えない設定なのかな。よくみんな甘こう。あれが今この国中に溢れている妖怪どもだ。ああやって人間から姿を隠し村に入り込んで悪さをするのさ。まあ見てない、ここはオイラが名刀電光丸で。今みかんじいを、みかんじいを武器として使ったか、今ひょっとして。よし、戦闘だな。おりゃおりゃ、まだいる？オッケー、全員倒した？ナイス。おお、また緑が綺麗だな。サチ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 。お、お前切れると結構アグレッシブになるな。それより甘子、今都合よくサチ玉を手に入れたじゃねえか。サチ玉。ほれ、妖怪ども退治した途端、枯れた湖に水が戻っただろ。あれは妖怪どもに抑え込まれていた土地の神様の力が復活したからさ。人間たちはそれを神の力の降臨、神おろしなんて呼んでるぜ。ともかくああやって綺麗な自然が蘇れば蘇るほど、大神様であるお前は力の源であるサチ玉を得られるってわけだ。あれでサチ玉を集めていけば、狼がどんどん力を取り戻して強くなっていくってことか。今時神様を信じるやつは少ないから、お前も調子が出ないだろうけど、幸せいっぱいになればいつかは全盛の力を取り戻せら。それにしても妖怪どもめ、ここ最近急に増えてきやがったぜ。お前が放り投げたあのみかんじいさんも、そうだよね、放り投げたよね、みかんじい大丈夫かな。お前のことターンの狼にしか見えなかったみたいだし、人間には見ることができないほど神様の力は弱まってるんだな。ブツブツ。
ん？と、ともかく村の中ならオイラが案内するぜ。旅は道連れ、二人連れ。楽しく行こうや、ケムクジャラ。ケムクジャラって言うな。あ、なんか宝物ある。エブクロ、かっこ豆を手に入れた。入りたてのお豆、豆好きな動物にはたまらない一品。アマコ、何かうまそうなもん拾いやがったな。と思ったら、なんだ、動物どもの餌かよ。でも動物どもを餌付けるのもいいかもな。あとでその辺の動物に近づいて使ってみたらどうだ。うまくいけば何かいいことがあるかもしれないぜ。おお、動物たちに餌をやるってことか。あまり神様が生き物に肩入れするのもあれだろうけど、まあちょっとくらいのおまけはいいんじゃねえか。そうだ、ついでにお前一ついいこと教えてやるぜ。旅の道中で手に入れた持ち物を確認したいときはプラスを押して道中奥義を開くのさ。道中奥義を広げたり、そこで持ち物を使ったり調べたり、とにかくいろんなことができるぜ。何事も道中奥義で確認すること、それがいい旅の秘訣だ。まあ、何かあったらこのプラスボタンで調べるってことか。を道中奥義を確認するってことか。地神玉、人々の信仰心がこもった玉、その場で太陽気が少し回復する。太陽気は消費するのか。これで村に一回帰ってみるのか。上からジャンプできたっけ村。あ、上からはジャンプできない。あ、できそう。あれ、さっきジャンプできたのにな。できた。おお、復活してる人たちが。虫飼いの母ちゃん、まったく近頃は妖怪だか野良犬だか知らねえけど、畑を荒らすやつが多くて困っちまうだよ。罰で穴を掘るなんて、今度見つけたら正義のげんこつを食らわすだよ。どっちだ、これは穴を掘れってことか。やばい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 、なんか加えてるし。痛い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 。オラのげんこつはそりゃ痛えぞ。でもげんこつだけで許すあたり、オラ優しさが見え隠れしてるべ。なんだ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 、もう大根掘り起こせってことかな。一本目、大根を胃袋に入れた。シャキッと歯ごたえが魅力の根菜、胃袋を満たす。なんだ、一本目って書いてあることは、これ何本か全部取った方がいいのか。やばいやばいやばい、やばいやばい、来てる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 。1本目、あ、連続でやらなきゃダメなのか。痛い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 。え、これ殴られずに全部いく、なんかミッションみたいなやつなのかな。うわー、来てる来てる。うわー、痛い。むずくねえか。逃げて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 。うわ、結構早いぞ動き。危ない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 。これ、俺いけるのか？逃げて、逃げて、痛い。ちょっともう一回だけやるわ。
これでも多分メインの話とはあんまり関係ないよな。なんか裏ミッション的な。痛い無理だまあいいや、一回ちょっと次行こう。あ、みかんいっぱい手に入れた。あ、この餌には興味がない。犬にあげようと思ったけど犬じゃダメなのか。あ、みかんば、さっきのみかんじいの奥さんかな。おや、白い狼とは珍しいね。こんな人里まで山から遊びに来たのかい。でも最近じゃ人を襲う妖怪もポツポツ増えてきたって話だからね。お前も気をつけるんだよ。何言ってんだばあさん、こいつはあの知らぬいの生き返りさ。このオイラと組んだら妖怪どもなんざ物の数じゃねえぜ。あれ一寸や、今日は狼に乗ってお散歩かね。確かに知らぬい様にそっくりだよ。鼻の頭が黒いところなんか特にね。ああ、それにしてもブツブツブツ。おや、まだこのババの独り言を聞いてくれるのかい。いやね、こうして一生懸命お洗濯をしてるんだけども、洗濯物を乾かそうにも、ほれ、物干し竿がどこかに行っちまってさね。どうしたもんか困ってるんだよ。物干し竿を、どう？できた。おや、まあなんだいこれは。いつの間にか新しい物干し竿がかかってるじゃないかい。神様が天から授けてくれたのかね。ありがたいことだよ。それじゃあ早速洗濯物を干そうかね。洗濯物干せた。さて、洗濯物を干したはいいけど、最近は妖怪に嫌気がさしたのか、おテント様も引っ込みがちでね。もっとこの近くで照ってくれたら洗濯物も乾きが早いんだけどね。オーケー、任せといて。よいしょ。あれまあ、どうしたんだい、おテント様が急にこんな近くに。洗濯物もあっという間に乾いちまったじゃないかい。本当に不思議なこともあるんだよ。そうだ、今夜はおテント様に捧げる桜餅でも作ろうかえ。シロ、お前も食べたかったら夜になってからお家においで。私の作る桜餅はほっぺたが落ちるほど美味しいよ。おお、やった、幸玉を。これでね、やっぱり神はいるんだって信じてくれたわけだ。札玉が出てきたってことは。おお、なんだこいつ、狼のくせに真っ白いぞ。なんか弱っちそうなやつだな。お前、オイラの犬のハヤブサに勝てるか。ハヤブサはオイラの母ちゃんが番をしてる畑で、母ちゃんの攻撃をかわしながら大根を連続基本暴力これかー大根連続9本盛り起こした。あの畑には全部で10本の大根が埋まってるけど、ハヤブサはその大根10本全部掘りを狙ってるんだぜ。あ、あの岩のような原骨を避けながらだと。そいつは確かに身の毛がよだつが、こっちだってズバッと一筆天下の筆調べがついてら。あ、なるほど。あ、わかった。こうしてこうか。これで
こうしてひるんでる間にこれを掘り起こすと、いやちょっとかわいそうだけどなかわいそうだけどこっちもこれが仕事なんだ、許してくれ。やばい、今炭がなくなって足りなく使えない。よし今だ、くらえ。5本目。やばい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 、来てる来てる来てる、おりゃ。よし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 、落ち着け。よし今6本目だからこれで7本目。よいしょ、やばいやばいやばい、来てる来てる来てる、どっこいしょ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 、やばい今は炭がなくなってる、逃げる逃げるだけだ、ひたすらひたすら逃げろ、やばい、おりゃ。よし、あー9本目でマジかー、あー悔しい、くそ炭溜まったか。よしリベンジだ。よし、よし、やばい場所間違えてる、くらえ。よし、これ人にやってもいいのかねこの攻撃は。4本目、とりあえず4本目をゲットしたところで炭を切らしたが、すぐ炭は復活し、次は5本目、間髪入れずに攻撃を入れつつ大根掘り掘っていく。これ6本目、よいしょ、これで7本目、おっと危ない、攻撃を食らわせ、一回ちょっとここは一回溜めてだな、溜めて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 、今だ、攻撃をしてで掘る、掘れ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 、よしこれで8本目。頑張れ、よし9本目、逃げろ逃げろ、落ち着いて、よし9本目取った、これで次の攻撃をしっかり当てて10本目、あれを取れば勝ちだ。取れない、クソ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 、おりゃ。これをこれを渡せばいいのか。ええやったー、変な形の大根を渡した。おおおおお前、これはオイラと愛犬ハヤブサが追い求めた変な形の大根、そんなものを掘り起こしたってことは、お前ハヤブサの記録を破って大根10本全部掘りを達成したのか。くっそー、いや負けは素直に認めよう、むしろ挑戦できる目標ができてすがすがしい気分だぜ。サチ玉ゲット、これがハヤブサだね。ごめんな全部掘っちゃって、おめえのおかげでバカ息子の虫飼いがまた調子に乗るだよ、だけどオーラーもこのげんこつ1個で頑張るだよ。あんまり怒ってない、なんかむしろなんか頑張るぜぐらいの勢いだ。あーこっちは、あらおかみさんこんにちは、お名前はなんていうの。クシナダ、私はクシナダ、よろしくね。さっきのあの昨夜姉ちゃんにめちゃくちゃ見た目似てるな。酒職人クシナダ、よう姉ちゃん今日も臭いじりに精が出るな。まあいっすんちゃん、あなたも一緒だったの。俺はお酒を作るのに必要なお米さんを育てているところよ。でも稲刈りは私一人じゃ大変なの。今年もスサノオに手伝ってもらおうかな。ワンちゃん、あなたを見てるとついお話ししたくなっちゃうわ。なんだよ、マコ。
早速気に入られたじゃねえか。まあ人間の中にはこんな風に話しかけてくるやつもいるから、お前も二度三度と人の話に耳を傾けてみた方がいいぜ。お前神様だから姉ちゃんの頭の上に三角印が出たのが見えただろ。もしもそれが見えたら、そいつにはまだ話したいことがあるって合図さ。人間の話もたまには役に立つ時があるから、気が向いたら独り言にも付き合ってやりな。スサノーっていうのはこの村に住むちょっと変わった人で、大きな剣を背負っていつも鍛錬に励んでいるの。なんでもあの伝説の英雄イザナギのご子孫さんなんですって。お酒も大好きでうちによく買いに来るわ。スサノーってやつに会った方がいいっぽいな。なんかまだ話したいっぽいな。スサノーにも挨拶してあげてね。いつも一人でいるからお友達になれるかもよ。スサノーはどこにいるって言ったっけ。いつも一人でいるとは言ってるけど、どこにいるとはわからない。あ、大きいスイカ。おりゃ。スイカを胃袋に入れた。果実のように甘くみずみずしい野菜、胃袋を満たす。酒を熟成貯蔵してる樽だな。うん、いい香りがすら。麦俵を胃袋に入れた。藁で編んだ俵に米を詰め込んだもの、胃袋を満たす。え、またスイカゲットできるってこと？うわ、スイカ無限にゲットできる。スサノオはどこにいるかな。怪しいな。切れない。これ鍛錬に使う剣か。錆びちまってるし、使い込まれた後は全然ねえや。剣があるってことはスサノオいそうだな。相変わらずでかいいびきだぜ。この家に住んでるのが自分がイザナギの子孫だって吹き回ってるスサノオってうさんくさいおっさんの家さ。この辺じゃとりあえず名前だけは有名なんだが、伝説の勇者の子孫にしちゃ寝てばっかりで怪しいやつだい。入ってみるか。桃を胃袋に手に入れた。みずみずしく芳醇な香りがする果物、胃袋を少しだけ満たす。どこにいるんだ。あ、隠し通路。あ、降りちゃった。こんな地下にいたのに声が響くほどに大きかったのか。グオーグオー、我こそはモガフガー、グオーグオー、クシナダちゃん我と一緒にムニャムニャ。ダメだ、こいつはまるで起きそうもねえや。一線を食らってもグオーグオー、クシナダちゃん我と一緒にムニャムニャ。ダメだな、こいつはまるで起きそうもねえや。え、起きないのかな。強くね。モガスピー、これでも起きねえとは大したやつだ。しばらく放っておいて他を回ろうぜ。まあ時じゃないってことか。
何かミッションをこなさないと起きないみたいな感じかな。行商人、うんとこしょう、どっこいしょ。おかしいな、この邪魔な大岩をどかしたいんだけど。肩がずっしり重くて思うように力が入らないよ。何か変なものに疲れたのかな。まさかの魔物、赤天の尺。よし頑張ろう戦闘。よし2匹一緒に、いけるか。いけた。お、こいつもいけるか。おりゃ。もう一発、おりゃ。いよー、きれい。お、サチ玉がまたたまりました。サチ玉がたまった。おい山子、お前の体が急に光り出したぜ。もしかしたらお前の神通力が強まる前兆じゃねえか。なんかお前感度薄いな。とにかくほれ、おいらが見ててやるから。一応神通力の強化の実践といこうじゃねえか。今から開く道中奥義にお前の神通力の項目が並んでるから、たまったサチ玉を使ってどれでも好きな力を強化してみな。あ、強化できるんだ、技をサチ玉で。太陽気、まあ、体力、炭ひょうた、まあ、炭を使える回数、胃袋、まあこのどっちかかな。まあ、太陽気が必要だよね。太陽気増やしました。どうだい、ちった顔も取り戻しただろ。これっぽちの強化じゃよくわからねえか。いやいや、そんなことはねえよ。新アマテラス様の大きな一歩だ。この調子で突き進もうぜ。おっと、そういや、さっきのおっさんはどうなったんだ。はあ、なんだかすっかり体が軽くなったよ。それでもやっぱりこの大岩びくともしないな。外に出る唯一の道を一体誰が塞いじまったんだ。これじゃあ港に、都に帰ることができやしないよ。そうだワンコ、お前この村で飼われてるんだろ。だったらスタノーとかいう男を連れてきておくれよ。なんでも伝説の英雄イザナギの子孫だって言うじゃないか。そいつならどうにかしてこの岩をどかしてくれるはずだよ。おかしいな、こんなところに大岩なんてなかったのによ。これでスタノーを起こしに行くと。ポンポコポン、ポンポコポン、ポンポンポコポン。グオーグオー、我こそはモガフが。おりゃガフ。ん、あ、起きそう。あ、起きたっぽいな。起きた起きた。よっさの、はじめましてだな。よろしくな。アマテラスって言うんだ。いやあ、よく寝た。瞑想にふけろうと地下にこもったらそのまま眠ってしまったようだわ。ん？なんだお前は。古今無双の大剣士スタノー様に何用だ。大剣士スタノー。顔かわいいな。このおじさん、顔かわいいぞ。まつげがつぶらな瞳だ。まさか畜生までが我の噂を聞きつけてやってくるとは。だがな、我は弟子など取らんぞ。さあポチ、さっさと山へ帰って猿と戯れておれ。バカにされてる。全く無礼な犬っころめ、我の瞑想を邪魔しおって。
瞑想という名の昼寝。やい、当変僕、グツグツしてねえで一緒に来な。む、お前は金玉虫、金玉虫。また我の家に、あ、これ、声違うな。また我の家に入り込んだのか。そう、その名前でオイラを呼ぶなと言っただろう。アマコ、いいからこいつを連れて行こうぜ。何をする？うわ、すごい、乗れるんだ。よ、やめんか、こんなこっぱずかしい真似を。あ、乗っとる乗っとる、乗せとる乗せとる、おら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 、どうだどうだ、目が回るだろう、おら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 。さあ行くか。おら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 、どっちだっけ、こっちか。もうグワングワンなってる、体が。背中に、背中の方に。まったく、この犬コロメ、こんなところへ連れてきて我と決闘しようとでも言うのか。かくなる上は我が愛犬当変僕で一頭の者に両断してくれるわ。ちょっと待ってくれよ。あんたがあのスサノオなのかい。むいかにも我こそは古今無双の大剣士スタノーだが、男と男の真剣勝負に口を挟むな。そんなことより頼みがあるんだよ。実はこの大岩に道を塞がれて困っているんだ。あんた何とかしてくれよ。なんだと？頼むよ。あんたあのイザナギの子孫だって言うじゃないか。何かすごい技でドカーンとできるだろう。うむ。めちゃくちゃ焦っとるぞ。まあできなくもないが、やれるのか、サノ。お前の本気見せてやれよ。本当かい、助かった。じゃあ早速。ま、待て、これほどの大岩、さすがの我でも骨が折れるわ。剣に宿す闘気を高めるため精神統一が必要だな。お、逃げる気か、サノ。おうおうおう、よし、では鍛錬場にて気を練るゆえしばし待っておれ。帰っちゃった。へえ、どうだかな。あのおっさんがまともに鍛錬してるなんて、してるのなんて見たことないぜ。さあ鍛錬場見に行くか。鍛錬場外かな。あ、外だ。なんとかするとは言ったものの、いくら伝説の血筋でもあんな岩などとても無理だ。む、全くこんな時に酒は切れるし。やめだやめだ、今日はもうおしまい、鍛錬は明日からだ。怠け者だな、スサノオ。酒がないから気分が乗らん、鍛錬は明日からだ。これであれか、さっきの昨夜に似たさ、女の子のあのところでお酒作って飲ませるみたいな感じか。明日できることは明日やれ、それがこのスサノオの流儀よ。わっはっはっは。酒だと、この野郎。酒といや、あの子が作ってるけどよ。なるほど、これであの子のところ行くか。あ、セーブポイントある、一旦セーブしとくか。どこだっけ、この辺だった気がするんだけど。あ、ここか。あら、そういえば私大事なことを忘れちゃってたわ。お酒を作るのに水車小屋で精米をしなくちゃいけないんだけど、この間妖怪さんのいたずらで水車を壊されちゃったの。あのままじゃお酒の仕込みもできないし困っちゃったな。そりゃ気の毒によ。せっかく妖怪さんに新酒
雷撃手、強そうな名前だな。雷撃手を味合わせて、味見させてあげたのに。夜中に水車を壊したり、畑を荒らしたり、大騒ぎするもんだもの、するんだもの。妖怪にそんなものを飲ませて酔っ払わせんな。まったくこの姉ちゃんはよ、ともかく壊れたものを直すか。それくらいお前の筆でちょちょいちょいとな。オッケー、水車直すか。とりあえずこの辺を塗りつぶします。そうすると、あら不思議、水車が治りました。どうだ、驚くだろう。まあこれはどういうこと、水車がすっかり治っちゃってるわ。一体誰が治してくれたのかしら。お酒の仕込みができないって諦めてたけど、でもこれで精米を始めることができるわ。そうと決まれば早速始めましょう。遅いな歩くの。よし、酒を早く作ってくれ。なんか手伝うことはあるか。こっちも酒が必要なんだ。なに、しのちゃん、お酒作りに興味があるの。ほら、これが精米をする薄よ。面白いでしょ。そうだ、しのちゃんにいいものをあげるね。お店の売れ残りなんだけど、私が作ったお酒、その名も絶景館。あ、お酒くれるんじゃん。早い、話が。でも、シロちゃんにお酒はまだちょっと早いかな。でも、これで加えるんだ。おにぎりを胃袋に、おにぎりをゲットしつつ。よし、酒加えて、スサノオのところに飲ませに行くぞ。これでもう言い訳はできないだろう。酒があればやる気が出るって言ってたからな。こっちか。ほら、スサノオ、お前のために酒持ってきてやったぞ。ん？ちょっと待て、ポチ。この香りはクシナダちゃん手作りの名酒、絶景館？絶景館渡した。なんという巡り合わせ、クシナダちゃんとの愛がなす奇跡か？奇跡じゃねえよ。そうだ、酒だ。きっとこんな時は酒の力がものを言うんだ。そういえば我が祖先イザナギも怪物退治の時には酒の力を借りたと聞く。我典型を得たり、いざ鍛錬を始めようぞ。なんだ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 。どれ、いつもの打ち込みでも軽くやってみるか。いざ参らん。お、見せてみろ。イザナオ、イサノオ。おい、切れてないぞ。カカシよ、次は峰打ちではすまんぞ。カカシにすらカッコつけてる、スサノオ。しっかりやってくれよ。では気を取り直して、いざ参らん。まさか、まさか、おりゃおりゃ、いざ刮目してみよう。あ、手伝ってあげるパターンか。スサノオ流真空カッパ山。おい、おい、ナイス。え、でもさっき切れなかったのにね、一人じゃ。ののの、何、本人が驚いておる、一番。うおー。スサノオ流。調子に乗った、おっさん。真空カッパ山。はい、手伝ってやるよ、しょうがねえな。
ナイス。なんと巨大な岩が真っ二つに。あんた本当にすごいお人だったんだな。おいらもたまげた。え？まだ、俺ぐらいのテンションだな。ああそうだとも。我は古今無双の大剣士スサノオにあるぞ。いや、イザナギの子孫ってのは伊達じゃないね。あんたなら妖怪たちを倒すのも造作もないだろうな。ともかく礼を言うよ。これで商売が再開できるからね。よ、妖怪か。無論言われるまでもないことだ。中津国に随一の剣士たる我が立たねばならぬと思っていたところよ。よかろう、世にはびこる不定の輩どもを退治してくれようぞ。我ども大船から飛び降りた気持ちで待っておれ。わっは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 。わあ、はっはっはっは。俺たちが見ているからって無理しなくてもよ。村の外ともなると妖怪どもも荒くれ者揃いだけど大丈夫か？おお、我らが地母アマテラス狼、あなたのご活躍しかと拝観させていただきました。特に大岩を一筆のもとに両断した見事な筆さばきは誠に札しれべの名にふさわしき鮮やかさにございました。そうかい。だったら何かご褒美でもくれよ。おや玉虫や、お前は何もしていなかったのでは。だからおいらは一寸様だって言ってるだろう。虫けら扱いするやつには懐へ忍び込んでお仕置きするぜ。まあ今このケムクジラの方が居心地がいいから安心しな。そんなことよりご褒美ご褒美。何かくれるのか？アマコン、お前もお手でもしろよ。バシン。虫を潰したバシン。それが、お礼をしたいのは山々ですが、この昨夜すでに通力を失い、あの通り今や花をつけることさえままならぬありさまなのです。実は私はこうしてこの村に立っておりますが、村の外にも根を張り巡らせて各地の部屋を見守ってまいりました。その我が分身とも言うべき馬剣儀は、サイの目と呼ばれて信仰心を集め、それを力の源として美しい実りを育んできたのですが、近年増え始めた妖怪たちによって各地のサイの目は次々に蝕まれ、私自身あのように枯れ果て緑豊かな大地もことごとく奪われたのです。おい、昨夜もう終わってくれ。昨夜のゼリフ、この声つらいぞ。加えてこのための騒動で世を覆う混沌の気配は勢いを増し、これまで以上に多くの生命が失われてしまいました。おいおい、なんだか湿っぽくなってきやがったな。天地万有の狼アマテラス様、どうか封じられた際の目をもののけどもの呪縛から解き放ち、この中津国に再び自然の営みを取り戻してはいただけないでしょうか。村の近くに立つ際の目の場所はこの通り地図に書き示しておきます。はい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 、この赤い丸がついているところを目指していけばいいってことか。はい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 、広範囲ね。戻る。ああ、こうして話す力さえ尽きてまいりました。どうかこの願いを聞き届けたまえ。アマテラス狼よ、あなたに花の花の守りがあらんことを。ふん、おいら喧嘩っ早いけどよ、厄介ごとに首突っ込むのはごめんだぜ。
と言いたいけど、筆技の習得前にこいつから離れることもできないしな。まあこいつも神様なんだから、妖怪相手に下手打つこともねえか。お前人の話ちゃんと聞いてたんだろうな。お前は旅がてら残りの筆技を見つけ出して用を直し、オイラはその筆技を盗んで習得とクリア、万々歳ってわけだ。ともあれ、まずは地図の印でも頼りにブラブラ行ってみようぜ、相棒。わっ。オッケー。で、この後は、今作った新しい道を通って、次に進んでいくって感じか。あ、商人がここで、なんか販売してる。ワンコ、買い物のお使いがあったらちょっと見てみ、行かないか。一旦見るだけ見てみるか。あー、これで絵袋とかが買えるんだ。なんだこれ。名手、鋼の拳。一定時間攻撃力を上昇させる。一定時間防御力を上昇させる。これは回復するやつ。まあ、一旦は一家は買わなくて。よし。では、まあ、第一パート、ここくらいまでかな。結構やったな。結構やりましたね。はい、一旦ここで、最初の村編が終わったということで、今日はここまでで終わりにしたいと思います。次回は、さっき、印つけてもらった地図のところを、探索していくみたいな感じで進んでいくのかな。はい。ということで、ここまで見てくださりありがとうございました。第2パートをお楽しみにということで、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。